とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきましょう。今シーズンですけども、まあ、難しいところがいくつかあるっていう感じですね。でもまあまあ、しっかりとやっていけば問題ないと思います。まあ、1階が、クリーパーがね、ちょっと多いんですよね。なので、まあ、クリーパー処理をしっかりしていきます。こっち側に4体かな、で反対側に1体いるんですかね。まあ、序盤だから、まあ、そんなにダメージは受けはしないんだけども、まあ、食らっちゃうとまあ半分以上は減るので注意していきましょう。あっ、食らってる。まあ大丈夫大丈夫、終わり、1回クリアです。次、ここ種ですね。別に掘るんでもいいかなと思います。でも種の方がまあ序盤ですけども敵を同時に倒せるのでお得感はありますよね。で、後半結構矢を使うんですよ。なのでできるだけ矢を温存していきたいところです。うん、でもまあまあ、うん、まあ、ある程度使っちゃうんだよね。よし、 OK、 おしまいか。2回終了、2回何もいりません。でもって3回、ここら辺はね、種がものすごく役に立って、はかどります。で、ここは、クリーパー出るので、一応注意ですね。で、敵多いんだよな、3階は。3階はね、敵多いのよ。おげい。しゃ、いい感じかも。いい感じで、あと2体ぐらいでおしまいです。あ、1体か。嘘、まだ、なんか迷子が、あ、こっちだな、絶対こっちだ。ほら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 、迷子が1体いました。で、3回終了。次、ここでパワーシェイカーですね。クレイモアもまあ強いんだけども、次にボーンクラブがあるので、まあ、必要はないと思います。ショーケイン。で、4階は敵少ないですね。速攻で終わります。次の脇で終了。4回終わりでボーンクラブを取っていきます。で、エンチャントで強打と火属性を2入れてくださいね。で、ここもまあまあ若干敵はね多めに湧くんですけども、問題はないと思います。よいし、あ、もう固まった。よし、で、あとはこっち側に2体いて、よし、終わりですね。5回終了。5回は何もいりません。で、6階、ここエンチャンターいるので、エンチャンターにはまあ注意していきましょう。よし、
で上は最後に倒すとして、まずは下からですね。よし。で一番下にエンチャンター2体いるので、こいつらには注意してください。で上を倒しておしまいですね。パワーシェイカーつけて一気に行けばまあ問題ないと思います。よし、はい、6回クリア。これ傭兵ですね。で傭兵にエンチャント入れましょう。トゲを2つです。でこれによって 200% ダメージを反射します。まあこの 200% っていうのが意外といい感じなんですよね。結構ねいいダメージ。終わりかな。はい、7回終了。7回は何もいりません。でここ結構ねめんどくさいんで注意してください。うわ、やってるわジオマンサーがねとにかく多いのよ。でクリーパーもガシガシ来るので、まあ、注意してくださいね。ジオマンサーほんと鬱陶しいのよ。数がいるんでね結構危な。おっしゃ OK。 まあ最初にねジオマンサーをバッタバッタ倒していくのもいいけども、ちょっとね真ん中に入りすぎるとクリーパーのダメージまで受けて危なくなってしまうことがあるんですよね。なのでまあ戦うときにはちょっと注意してください。でここ星夜に変えていきます。で最初の商人ですけども、星夜を上げてもそこまでパワー上がらないので、パワーシェイカーを上げた方がまあ個人的にはいいかなと思っております。うん、こっちの方がボスとか倒しやすくなるんでね。でエンチャントで、非属性さんの働き鉢1です。8が重要ですね。ここはクリーパーが結構来るので、蜂がねたくさん出てきてくれるとすごくありがたい。あんま出ないけど、あんま出ない。よし、おしまい。ここも速攻で終わるから、うん、クリーパーのダメージさえ受けなければ余裕です。でここでバージンネスト取っていきましょう。やはりハチたちは優秀です。で11回ちょっとね敵が湧き終わるまで待っておきましょう。よし、大丈夫かな。 OK、 いい感じだと思います。よっしゃ、 OK、 危ねえ。であと上に3体ぐらいいておしまいかな。思いっきり食らってる。はい、11回クリアです。思いっきり食らった。ここで爆発のクロスボウですね、取っていきましょう。んでプレステ版は右からです。ノビを、ここに落とします。いくぞ。極力落として倒すのが早いけども、あ、まあ、でもなかったです。速攻で倒したね。まあ落として倒そうと思うとオンクラブの方が良かったか。はい、
12回終了、まあ、速攻で終わりますね。で、ここで、ソーブレード、取っていきます。OK。ソーブレードと、このパワーシェイカーのセットで戦う感じですかね。OK。で、ここもね、めんどいのよ。ジオマンサー多いし。あれ、エンチャントね、入れるの忘れてた。エンチャント入れてください。吸血と、雷ですね。で、虚無も1入れておくと、安心だと思います。で、爆発も虚無ね。で、ここ、この爆発もクロスボウが、むちゃくちゃ役に立ちます。いい。で、エンチャンターね、多いんで、早めに倒しちゃってください。はい。でもね、こう、矢を使いすぎるのは、ちょっとね、気をつけなきゃいけない。はい、おしまい。13回でちょっと難しいので、注意してください。で、ここで、ヌスットのアーマーに変えていきましょう。で、エンチャントですけども、まずは雪玉ですね。雪玉を3、必ず入れてください。OK。雪玉が超重要です。あー逃がした。 OK。 んで持ってこの端のところが結構面倒いので、ここで行った方がいいと思います。じゃあはい、おしまいですね。ここでコグクロスボウ取っていきます。で、エンチャントコグクロスボウを入れるよりも先にタンブルビー入れてあげてください。この蜂がいるかどうかでだいぶ難易度変わりますので、タンブルビーは入れるようにね。できれば3欲しいんだけども、まあ、2でもまあ全然と思います。発動率は 67%。 発動しないこともあるけども、まあ、それなりに発動してくれます。 OK。 で、まあ、いつも通りエンチャンターを先に倒していきましょう。で、強力なやつはパワーシェイカーつけて一気にガーっていけば速攻倒せますので。で、ここでパワーシェイカーとこれ種を変えます。ダブルパワーシェイカーですね。で、最初のパワーのところで、パワーシェイカー上げておりますので、かなり火力は高いです。ちょっとね、邪悪なレースの倒し方をいろいろ考えてみたんだけども、これで速攻で行くのが、まあまあ一番楽かな。うん、まあ、楽かどうかちょっと分かんないですけども、まあ、倒しやすいと、個人的には思います。で、16回終了。やっぱね、ダブルパワーシェイカー、結構いい感じなんですよ。うん。でもって、ここは何もいりません。行きましょう。で、ここで、ああ危ない。タンブルビーを3まで上げた後に商人で上げてあげてください。何がついた。まあ使わないか。行きましょう。結構ね、この辺から矢を使うので、最初の方に節約しておくとだいぶいい感じなんですね。で、長弾入れてあげてください。まあ、ボーナスショットでもいいです。どっちか、長弾かボーナスショット。
を入れましょう。 OK。 意外とね、ソーブレードが今回戦いやすいと思う。まあパワーシーンが2つあるからな、すごい戦いやすいです。まだ確か出るんだな。よし、レンジャーが打ってほしい。はい、でこれでおしまいですかね。はい、18回終了で武器メイスに変えていきましょう。でメイスのエンチャントですけども、虚無は1でいいと思います。うん、あとクリティカルに入れてください。もうちょっと行きたい、倒し終わるまでに。 OK、違う、よし、違うな。 OK、 なかなか当たらんかった。よし、とりあえずこれで、お、落ちそうだと危なかったな。19回終了で、19回何もいりません。で持って20回ね。よし、蜂を OK かな。出すタイミングがちょっとね難しい。一旦出せば風使いをうまいこと倒せていい感じになります。い、ちょっとうまくいった。まあ、風使いは多分あと1体ぐらいでしょう。 OK、 結構ね固まって、4体ぐらい固まってるのかな、かなりね厄介なんだ。よし、 OK、 終わり。20体終了、何もいりません。でボスです。ボスがね、クリティカルを多めに入れましょう。でボーナスショットと長弾も入れてね。でもとにかく、パワーシェイカーをつけて殴りまくる。もうシンプルです。うん、とにかく今回はこれが、まあ、一番無難なような気がする。よし、よっしゃ、いきます。まあね、ダメージはねそんなにむちゃくちゃ入るわけじゃないけども、よし、あー、もう固まんないね。あと何発か叩きたい。よし、オッケー。で弱点露出、嘘いや弱点出るかと思ったら出なかった。次か、いやいや、それはないよ。うん、で、あとはもうちょっと叩いておしまいですね。よし、どこいる。いやー、なんかうまくいかなかったな。 OK、 まあまあ次で倒します。はい、終わり。はい、まあなんかそこを倒す方法もまああるんでしょうけども、うん、まあこれが無難かな。ちょっとうまくいかなかったけども、うまくいけば
まあ、全然速攻で倒せますので、いいと思います。で、あと1体出る。OK! 間に合わなかった。まあまあ、なかなか難しいのよね。これ、最初のタイミングで映るっていうのが。でここも敵多いです、多いなのでパワーシーカーつけて速攻でいっちゃってください。よし、風使いがね今回意外と多くて面倒なのよね。よし、ではあと反対側行っておしまいです。はい、22回終了。ここは何もいりません。よし、一回敵が多いからね、あの蜂を置いててあげるといい感じになります。そうそうそう、敵に紛れてね結構クリーパーが来たりするのよ。それがかなり面倒なので、まあまあそれなりにうまくいったかな。よし、やっぱねクリーパーじゃない、パワーシーンが2つあるってかなりいい感じ。こいつ、よし終わりか。23回、ここもなんかちょっと難しい気がしますね。で両馬王の変えていきます。でエンチャントですけども、クリティカルと雷入れれば大丈夫です。でここで防具ヌスットをスパイダーに変えていきましょう。さあそれでは残り少しとなってきました、頑張っていきます。25回もちょっと注意が必要です。最初からね蜂をこのタイミングから出していければいい感じになるんですよ。あ、この、そうだ、このレイスが出たんだ。OK。結構敵にね、こう囲まれやすいので、注意してください。ほんとね、強力なやつが結構いるのよね。よし。でもパワーシーカーが2つあるんで、まあ、それなりに楽に。突破はできると思いますよ。はい、25回終了です。でコグパワーアップしていきましょう。で長弾火属性トム、これで OK です。111ぐらいで全然大丈夫ですね。で残り矢が227本、まあまあこれぐらいあれば全然問題はないですね。ああもったいない、結構敵がいっぱい出るんで。あれ、おおおお、起き上がらない一回。よし、じゃあこっち側からいきますね。よっしゃ、感じに。よし、ナイス。結構倒せたと思う今のあれで。終わりか。でここで最終武器のクレイモアに変えてください。でエンチャントはトムとクリティカル
ですね。まあ、その2つあれば大丈夫だと思います。でここもね敵多いのよ、うん、結構囲まれやすくて注意は必要です。パワーシーカーをねしっかりと使っていければまあ大丈夫だと思います。うん、ああいうね乱戦になった時はパワーシーカーむちゃくちゃ効果発揮してくれるんで。どうだ、あれなんか残ってる、上かお前か、消えてたんだな。で27回終了。ドラとバジーネストを変えていきます。でここはもう速攻ですね。パワーシェイカーつけてでドラで一気に攻め込んでいきます。よし、はい、まあ、27回は28回のボスは楽勝でしょう。うん、2か、いや、いりませんね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。